こんにちは、花龍馬シリーズご覧の皆様。私のね、父親ってのはね、昭和18年生まれなんですよね。で、私今1歳の息子がいるんですけども、子供が生まれるっていうことに対して、この子供のね、将来をどのように感じるかっていうのは、この私の父親が生まれた時と、私の子供が生まれた時と、私のね、親父と私で、このかなり違うっていうことがね、私も本当によく今色濃くね、思い起こされるんですよね。というのが、私の親父が生まれた時は18歳ですから、日本戦争してるんですよ。毎日空襲があったりね、それから20歳前後の男性は徴兵されて、万歳万歳って言ってね、駅で村の人に送り出されながら戦場に行くと。戦場に行ったら帰ってくるかっていうと、帰ってこないわけですよ。でも南方戦線では日本軍が勝ったとかね、どこどこでは敵を撃破したとかね、鬼畜米だとかね、アメリカ人はとんでもない奴らだ、鬼だとか言われてるわけなんですよね。まあ、その中で私の父親が生まれたわけですけども、当然ですけどもね、食べ物はないですし、でいろんな日本の施設が壊されて、工場もないし、線路も壊れてるし、もう港もぶち壊れてて、船も軍艦以外は動いてないような状態ですよ。要するに物がどんどんなくなっている時代ですよね。物がどんどんなくなっていて、輸入はほとんどされない、まあ、ですんで物は高騰してるわけですよ。何でもかんでも物が高いわけですよね。高くても手に入ればいいですけども、なかなか手に入らないと。だから物々交換みたいなことが行われていて、まあ、例えばね、自分の着物を農家に持ってって、少しのね、一食分の米をもらうみたいなことが起きてたわけなんですよ。ですんで、食品を作る農家さんっていうのは、まあ、割とね、いろんなものが集まってきたのかなと想像するんですよね。でかと思えば、まあ、仕事って言われるものは軍需工場以外はほとんどありません。要するに趣味のものとかないですし、ファッションもないですしね、外食も、なかなかなかったんじゃないかなと思いますよね。で水道とかガスっていう設備も珍しいわけですよ。そう考えていくと、私のね、まあ、親父が生まれた時に食べ物がないんで、今日食べれるかわからない、明日食べれるかわかんない、冷蔵庫には、まあ、冷蔵庫っていうのがないですけどね、食べ物をストックしておくべき台所には食料品がいつもあるかっていうと、そうでもないんですよ。だから食べれる時にはしっかり食べておかないと、次いつ食べれるかわからないっていう状態ですよね。ということなんでね、物を大事にするわけですよ。あとね、家がどんどん焼けました。爆弾が落ちてきて、それこそね、昨日まで元気だった人が今日会おうと思ったら、いや昨日死んだよみたいなことがよく起きていたりとか、あとね、いつも見ていた建物が、まあ、爆撃が起きてきて、爆弾が毎日落ちてくるわけですから怖いですよね。で建物がないわけですよ。だから物の価値っていうのはすごく高かったわけですよね。いつなくなるか分かんないから、使えるうちに使っておこうとかね、今のうちに楽しんでおこうとか、どこまで自分の命すら続くか分からないっていう形ですよ。で私の親父が生まれた時は、多分ね、将来は立派な軍人さんになるんだよっていう思いを込めて、昭和18年に生まれ、19年に育てられ、昭和20年をね、終戦の時を迎えたんではないかなと思うんですよ。要するに私の親父の両親、親戚、まあ親族一同っていうのは、どんな軍人にしようかなと思って生まれてきた子供に愛情とか夢を託したと思うんですよね。この感覚ってどうですかね。だって戦争っていつ終わるか分かんないわけですよ。毎日毎日物がなくて、爆弾が落ちてきて、徴兵されて若い男の人はいなくなってってことですよ。すごい日々ですよね。そんな中で生まれてくるわけですから。で戦争以外の話題は基本的にタブーですよね。憲兵ってのがいて、こんな戦争やる意味あんのかなっていうふうにポロッとね言っただけで、憲兵っていう人がやってきて、その不特定発言をね、したものを連れて行ってね、言論弾圧どころじゃないですよ。拷問をして、二度とそんなことを言わないように、思わないようにして返される、もしくはずっと牢屋に入ったままっていう状態になるわけですよ。ひどい時には最前線に送らされて、絶対に死ぬような現場にね、行かされたみたいですよね。まあ、こんな背景だったわけですよ。で昭和20年戦争終わりました、ね、戦争終わったらどうなるかって、急にハッピー、はい、はい、平和の始まりですよってことではないですよ。だって日本国中あらゆる都市がですね、東京も大阪も神戸も広島も岡山も、もう爆弾が落とされて、もう駅は崩壊、広島は焼け野原、それこそね、もう
何にも動いてない状態ですよ、原爆落ちちゃって。で、医療従事者も全然いないと。病院も機能してないというか、建物がないですよね。みんなプレハブ小屋とかバラックみたいな、その辺に落ちているもので屋根みたいなのを作って、その中でね暮らしているとか。で、青空教室って言って学校もないわけですから、グラウンドで授業してるわけですよ。当然雨の日は勉強できません。だから勉強できるってことがどんなに貴重なことかっていうふうなところで始まったわけですよね。で、そういった世代に生まれ育った人が作った価値観、絶対にいろんなものをね自分の家の中に入れるんだとかね、あれも欲しい、これも欲しい、あれも足りない、これも足りない、ものすごいね物の価値っていうのは高かったんですよ。だから一つの商品ができるとたくさんの人がわーっと押しかかって、俺にくれ俺にくれみたいな感じですよね。だからまあ今ではあんまりないと思いますけど、バーゲンセールとかでね服がもう取り合いになってるわけですよ。あんなレベルであらゆるものがそれが起きてる。食料品もそうですしね、教科書もそうだし、娯楽のものも取り合いですよね。だから物の値段っていうのはどん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 上がっていったわけなんですよ。そしてしばらくすると、海外に出ていた兵隊さんの生き残った人がね、やっと日本に戻れるって感じで戻ってくるんですよ。日本に戻ってきたら、じゃあ生活していかなくちゃいけないですよね。でも暮らすべき地盤がもうないんですよ。で、生産するべき工場もないですし、作ったものを運ぶトラックや電車もないということで、物が全然足りないんですよね。日本全国作ってもないし、仮に手に入ってもそれを流通させる手段がないと。基本的に歩きですよ。そうなるとね、ものすごく手間賃とか上がってくるわけですよ。手数料とか何もかもがぐーっと値上がりした時でした。高度経済成長ですよね、昭和20年代。そして30年代になってくると、あれ、この国は戦争をやってたのっていう感じで、30年代の始まりと終わりでは全く違う様相を呈してます。昭和39年東京オリンピックです。今ね、オリンピックがあるのかないのかっていう状態ですけども、東京オリンピック当時はですね、もう本当国を全部ひっくり返して、これから先進国の仲間入りだみたいな気合が溢れていたんですよ。新幹線開通しましたね。で、移動が早くなりました。つい数年前まではこっちのものをこっちのものに移動させるために鉄道もないから歩きだったわけなんですよ。でも新幹線ができたことによって、あっという間にね物や人が運べるようになりました。当然こっちで起きていることがこっちの方にも伝えられるわけですから、情報の流通も早くなったんですよ。その前に新幹線を作るという工事に対してものすごくね仕事が増えました。仕事が増えて給料も増えて万々歳ですよ。だからそういう背景の中で、頑張れば手に入るっていうね、そういう先入観のもと、昭和30年代40年代っていうのはありました。でもあれからですね30年経って、今頑張っても手に入らない時代です。そうなんですよ、物の時代っていうのはね終わりを告げたんですよ。いくら物を欲しいと言っても全然価値がつかない。物を売ってもあんまり高値で売れない。形のあるものっていうのは壊れやすいから、リピートして買っていただかないといけない。でも消費者は一回買うとなかなかねそれを買い替えてくれないと。もしくはすごい低価格のものがすぐにね廃棄されて新しく買い替えられちゃう。まあ100円均一とかそうですよね。100円のものだからちょっと不具合が起きると買えばいいやになっちゃうわけですよ。という形でね、物の価値っていうのは急速に変わってきました。そして今何に対して価値が高いかというと、情報なんですよね。もう言うまでもなく情報の価値が高いから、こういうふうな動画が再生数を上げ、そこに広告がついたりとか、そして報酬が得れたりするわけですよ。中には、花井龍馬さんのようにね、トレーディングカードの転売、これね実は物をやり取りしているようであって、情報のやり取りなんですよね。どこで仕入れるのか、何を売るのか、どういう見せ方をするのか、どうアプローチするのか、どこに出品するのか、こういうふうな情報を扱うことによって物っていうのが売れやすくなるんですよ。物があるから売れるんじゃなくて、情報があるから売れるんですよね。さあ、ということでね、だいぶオチがついてきましたけども、私の親父の時代は物の価値がすごく高かったです。情報の価値、情報は統制されてましたんで、物の価値しかなかったんですよ。たくさん物を持ってる人、大きな家に住んでる人、それがすごいことだったわけですよね。そこを目指したわけなんですよ。でも現在どうでしょうか。ワンルームに住んでいても富豪と言われる人は存在します。そればかりか、現金がなくても情報や工夫やいろんな、ね、考え方ができる人、要するに頭の中が豊富な人っていうのは、いつでも富や人やお金を作り出すことができるわけですよ。で、トレーディングカード転売とかまさにそうなんですけどもね、
カードのやり取りをしているのであって、じゃあ花屋龍馬さんの部屋の中にあるカードの1万5千枚とも2万枚とも言われているカードね、あれと同じものをその辺の人に入って渡したら、その人はじゃあフリーランスでやっていけるでしょうか。なんか余計なものが増えたな、ゴミが増えたな、作業が増えたなと思う方多いんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよ、扱う力がなければどんな資産を与えられても全く役に立たないんですよね。ということでね、私はね常々思いますけども、今店舗をたくさん抱えてらっしゃる方とかね、会社をやってらっしゃる方とか、従業員抱えてらっしゃる方、小回りが効かなくって、今年みたいな急速に世界中の景気や雇用が悪化する時代には、逆に自分の持ってる資産が足かせになってしまうんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということでね、いろいろと世代間の考え方についてちょっとお話ししてみましたけども、私たちのね親の世代が自分と違った価値観を持ってるのも、これは、ね、仕方がないことなんですよ。で、そういうふうな違う価値観があるからこそ世代交代が起きていくわけなんですよね。で、老害と言われる人は何かというと、70代80代になっても自分がね20代の頃、一番青春真っ盛りの頃のその記憶が今でも頭の中にあって、自分が年を取ったことに気づかずに若い人に自分の若い時の経験を押し付けようとするわけですよ。だからね、花屋でもさ言われてましたけども、求めてもないアドバイスっていうのは単なる迷惑でしかないんですよね。ここで考え方が2つあります。求めてないアドバイスはもうめんどくさい、まあ武勇伝だと、過去のね栄光なんだっていうふうに切り離すことができます。なんだこの人。逆にですね、過去の栄光っていうふうに分かっているんだったら、この人は未だに青春時代の一番自分が輝いてた時のことを、まあ分かってほしいんだなっていうふうにね考えた時には、その話をねしっかり受け止めて聞いてあげて、こうやってへーと興味深く聞いてあげて、それからどうなったんですか、いや大変な時代だったですね、僕にはとてもできないですよって形でその方に取り入ることができるんですよね。そうなんですよ、コミュニケーションの方法って非常に簡単で、その人が尊大でありたいと思うんだったら、それを尊大であるように自分も聞き手として演出してあげることなんですよね。まあそうすると心を許してきて、本当にあなたの欲しいものは何なんですかと、自分に力が、あれなんですかね、お力添えすることはできませんかという形で橋がかかるんですよね。人と人の間にブリッジがかかるんですよ。これブリッジングっていうんですけどね、相手の要求は聞いて聞いて聞いてあげると、自分から何か、まあ代替物をね、要するに交換条件を申し付けることなく全部受け入れてあげると、多分これがビジネスの基本だと思うんですよ。顧客の悩みに耳を傾けて、どこまでもその人の悩みに寄り添ってあげると、それこそね、お金をいただかない状態でその人の問題を解決してあげてもいいんですよ。そうすることによってやっと信頼っていうのが高まっていって、世代間のこの壁っていうのが溶けていってですね、顧客と販売者、自分が一体化するんではないかなと思うんですよ。そっからがビジネスのスタート、要するにビジネスっていうのは提供と感謝なわけですよね。提供すること、これを受け取ってください、これを使ってくださいと、今ねただでも受け取ってもらえない時代ですよ。もうそれこそね、受け取ってもらうのにお金をあげるから受け取ってくださいって言わないといけないかもしれません。それがセルフバックだったりするわけですよね。まあですんでね、まあ、YouTube 使って視聴していただける方、私の情報とかね、花屋龍馬さんの情報をね見ていただける方、聞いていただける方、これねそれだけで恩人なんですよ。よく最後まで見てくれました、聞いてくれました、ありがとうございましたということですよね。で、最後まで見てくれる、聞いてくれるってことは、何かしかのそこにですね信頼とか価値を感じてくれてるはずなんですよ。提供してるものに対して受け取ってくれてるところがあると思うんですよ。いや、これがね本当にありがたいことであって、それが起きないと何にも始まらないんですよね。で、ちょっと話が変わりますけども、大きなものは小さく見せて、小さなものは大きく見せるってことなんですけども、これね、自分に大いなる実績があったり自信がある人って、そんなこと大したことないですよって思えるんですよ。自分がどんなでかいことをやってきても、これは自分のおかげではないと、たくさんの人のおかげ、受け取ってくれた人のおかげ、ビジネスでものすごく儲かっても自分の実力ではなくって、自分の価値に気づいて商品を大切なお金を出してね買ってくれた人のおかげなんだ、お客様のおかげで自分は成り立ってるんだ、世の中のために、おかげで自分は成り立ってるんだ、平和だからこそビジネスができるんだってことにね、全てのものに感謝できるはずなんですよ。いろんなものをね大きくすればするほど、この大きさっていうのは
平和だから、皆さんのおかげだから、商品が流通してサービスが受け取ってもらえたから、本当に自分の力なんてたかが知れてるなと思えるんですよね。まあ、だからどん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 こう謙虚になっていくと言いますかね。だから中途半端にでかい人は尊大になるわけですよ。こう踏んぞり返るわけですよ。でも、まあ、結構ね、大きくなって余裕が出てくると、いや、この余裕を壊したくないなと、これは皆さんのおかげだなと、そして同時にこれはいつお返ししなくてはならない、世の中にこの豊かさとか余裕っていうのは返さないといけない歌方のものなんではないかなというふうにね、感じることもあるわけですよね。まあ、それがだから謙虚であるってことなのかなと思うんですよ。ただ逆にね、小さい人っていうのは焦りが出ますね。早く大きくなりたいと、自分が小さいものが手に入らないのはライバルのせいだとかね、自分のことを分かってくれない顧客のせいだと思っちゃうわけなんですよ。まあ、ですんでなかなかね、ここを抜け出せなくなっちゃうわけなんですよね。で、もともとですね、この大きなものは小さく見せて、小さくものは大きく見せるっていうのは、まあ、孫子の兵法にあるわけなんですけども、遠くにあるものっていうのは近くに見せることによって相手を追っ払うことができる、敵を遠ざけることができるっていう戦法でもあるんですよ。そして近くのものは遠くにあるように見せることによって相手のね、油断、隙をつくことができるんですよ。奇策の部分ですよね、この辺はね。まあ、こういうような形でビジネスにはいろんなテクニックがあるわけですけども、ただ自分のビジネスがね、しっかりと打ち立てられるとテクニックが必要なくなってきます。真っ当にやるだけで、真ん中をね、歩いていけるようになるんですよね。まあ、そういった形で、まあ、花梨山さんがね、やってきたことっていうのは、私が見る限り、まあ、奇策を用いたようであって、まあ、王道中の王道なのかなというふうに感じるところが大きくてね、まあ、いわゆる竹を割ったような人だなと思ってるわけなんですよ。私もう本当にね、何度も言いますけど、花梨山さんに対しての評価はむちゃくちゃ高くて、まさにね、未来を生きてるなっていうところまで感じるわけですよね。今の現状、就職がなかなかできないとかね、もらえる給料に限界がある、だから小さくまとまって、なるべく払わないように、なるべく使わないように、ただでもらえるものはただでもらってみたいなね、そんな形でどんどん経済疲弊していくわけなんですけども、まあ花梨山さんの場合は自分で価値を生み出していってね、オンラインサロンを作ってみるとか、メンバーシップをやってみるとか、自分のコンサルを販売してみるとかっていう形で、花梨山っていうものの外側にあるものを売るんではなくて、内側にあるものを掘り起こして、それをね、多くの方に提供していくってことに、やっぱビジネスを見出しているのは、本当に立派だなと思いますよね。私の20代ではとても思いつかなかったことです。私の場合はどうライバルを蹴落として、そのライバルが手にできなかったものを自分で手にするかっていう形だったんですよね。まあ、そういった形で私は今、自分の20代はかなり反省し、30代はかなり反省して後悔して今ここにいるわけなんですけども、その20年をね、すっ飛ばして20代のスタートから、もういわゆる人生のスタートと言ってもいいですよね。そこから同じステージに登っているかと思うと、まあ、なんかね、脅威でもあるなというところなんですよね。で、花梨山さんを私は侮らないですし、かといってね、仲間のようなライバルのようなすごく素敵な関係だなと思ってます。どれだけ YouTube で発信している人がいても、ここまでの関係になれる人ってなかなかいなくってね、非常に私もね、毎日こういう動画のやり取りってのはありがたいなと思ってるわけですよね。ということでね、まあ厳しくまた動画の方をね、追求していこうかなと思う中で、一番最初はね、これ素直な気持ちで前回の動画に引き続いて、やっぱりね、賞賛をね、やっぱ送っておかないといけないなと、平等にね。私はその花梨山さんっていうのは、この日本人類の共通の宝になると思うんですよね。花梨山さんに限らず、20代でことを起こしている人っていうのは、これから、この世の中をね、ものすごく治療してくれる人だと思うんですよ。この姿を見てこうしろみたいな形でね、必ずしも教わったことだけが人生ではないと、教わるんではなくて自分で学んでいくっていうかね、そういったところなんだろうなと思います。当然花梨山さんは商売を教わってるわけではないと思うんですよ。じゃあ小学校中学校でビジネスの時間があったかって言ったらないですよね。でも学校で九九を教わったりとか漢字を教わるってことっていうのはとっても大事だと思うんですよ。で、教わったものを材料にして自分で学んでいく、これがね、なかなかできる人はいないんですよね。まあ、そういう風な部分が花梨山さんにはすごく色濃いなと思うわけなんでね、これからも敬意を向けながら、まあ、負けないようにやっていかないといけないなと思います。
もうね、間違ってもね、偉そうなことを言って、まあ花屋レボンさん、あなたね、分かってないよって、ビジネスってのはこうやるもんだよ、人間関係ってこうなんだからみたいなことではないです。前回の動画の中でね、久保さんにも言いたいことが結構あるんじゃないかみたいなことで、ね、言われてましたけども、あの、私がね、花屋レボンさんに言いたいことっていうのは、まあなんというかな、言葉にするのは難しいんですけども、俺みたいになれよってことではないんですよ。で、久保哲郎っていう人間は昭和47年に生まれて、高度経済成長を信じてやってきて、そしてバブル崩壊と超就職氷河期っていうものを通じたからできたんですよね。で、幸いにも私の手元にスマートフォンが手に入ったのは40代になってからなんですよ。で、これすごいでしょ。花屋レモさんの手元にあるスマートフォンがね、私の感覚で言うとまだね、十数年先にしかないわけですよ。だから全然時代背景も違うし、身の回りにあるものも違うし、だから私のようにやったからといって私のようになるとはね、もう全く思えないですよね。だから花屋龍馬さんには花屋龍馬さんなりの人生があると思いますし、その背景に適したものがあると思います。ただ言えることとしては、これはね、花屋龍馬さんにも通用することだと思いますけども、全て違いを生むのは考え方なんですよね。で、その考え方が花山さんはもうできていると思うんですよ。このインターネットを使いこなしていくとかね、 YouTube は何なのかってことが全部ではないにしても、進む方向は間違っていないですね。これは世代を変えても、あ、よくそれに気づいてるなと思いますね。まあ、今回はね、よいしょばかりの動画になりましたけども、でも本当にそうなんですよね。そして私の問いかけにはきちんと答えれるところが、またこれすごいなと思います。私はね、無理難題を押し付けてるわけではなくて、私の感覚で喋ってるだけなんですよ。で、このね、50歳になろうかと言えるような私の説教じみた感覚に、どこまでも尊重心と挑戦心を持ってついてこれっていうのがね、この花龍馬さんの力量だと思います。まさに神への道なんではないかなと思うんですよ。さあ、今回なんですけどもね、花龍馬さんに新しい問いかけ、お金より大切なものって何だと思いますかっていうね、この短い、そして使い古されたクエスチョンなんですけども、じゃあ何でしょうね。これね、お金より大切なものはこれですっていうふうに言ったことに対して、正解も不正解もないと思います。感じ方は様々ですし、しかも今日これだって決めても明日は変わってるかもしれません。それも込みでね、花龍馬さんに、お金っていうのはね、我々に対してビジネスマンにとって何なんでしょうね。一番大切なものなんですかね。それとも便宜上大切にしなくちゃいけないものなんですかね。全くなくても大丈夫なものなんでしょうか。さまざまな考え方があると思いますけども、花屋龍馬さんね、初めてこの問いに出会った時のように、答えてもらえたらありがたいなと思います。お金より大切なものって何ですかね。まあ私はね、時間だと思うんですよね。時間ってのはそのまま生命です。人が生まれて死ぬまでに与えられた命、それが時間ですからね。お金よりも時間が大切なんじゃないかなと思いますんで、私はね、お金をどんどん時間に変えてると言ってもいいと思います。今こうやって隠居暮らしを送れてるのも、一定のキャッシュフロー、お金の周りがあるからなんですよね。それがなければ、私は一日中お金を稼ぐために、お金のために時間を切り売りしてるかもしれません。今はそんなことが全くなくてね、ありがたい限りですけども、いつか私もこの自由を使い果たして、お金のために何かをしなければならない時が訪れるんじゃないかなとも覚悟しております。それでは今回は以上です。ありがとうございました。